消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブが、あよーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、あのサブチャンのチャンネル登録、サブチャンもちろんです。で、そちらのサブチャンが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブチャンの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに消費 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、ひろとです。そして、あさひです。はい、お願いします。お願いします。はい、今日は、ショーヘイズの練習会をやってきたんですけど、ちょっと珍しいグローブを紹介していきたいなと思って、あさひさんに、呼ばしてもらいました。はい、はい、早速紹介していきたいと思います。はい、まず1個目がこちらになります。はい、玉沢のファーストミット。はい、こちらはどこで？楽天で買った楽天で買った楽天で買った。はい、もう衝動買い、衝動買い。デザインで、デザイン、まああとファースト1回やって楽しかったから買いました。おお、いいですね、楽しかった。こちらの玉沢のファーストミットが表面がグレーで、こっちの黒で、ステッチが黄色、イエロー使ってますね。特徴とかありますか？わかんない、わかんないです。わかんない、わかんないです。小指2本、小指2本。あ、でもこの関節が結構しっかりしてます。小指2本でしっかり掴みやすいなと思いました。で、ファーストを実際やってみてどんな感じですか？硬いですね。まだここら辺が硬いですよね。そうですね。で、ここの親指とかもうちょい関節ついていけばもう相番とか完璧に取れると思います。続いてのグローブがこちらになります。はい、じゃあヤバいグローブですね。こちらのグローブ、スーパーハイドプレミアムっていうか使ってるらしくて、なんかここの刻印があるんですけども、自分も初めてな革だと思います。で、一回ヤバいちゃんの皮を触したとき、しっとり系だから水のプロに近いなと思いましたね。この特徴ありますか？わかんない全部わかんない、マジでわからん、全部わかんないって。マジでわからん。あー、なんか自分がはめた感じだと、なんか源田選手のちっちゃい版で小指で使うから、本当に縦に使う感じ、ね、このちゃんと関節もしっかりしていて、で柔らかい、多分湯もみしてあると思うんで本当に柔らかいで、多分朝日さんの肩に合ってるなと思う。まあ一応、うん、でもね、思ったんですけど、自分が小指2本で使う時って多分土手が狭いと思うんですよ。これ土手が結構狭くて、小指2本に合ってるような形かなと思います。はい、で実際小指2本で使ってみてどうだと思いますか？いや全然、自分は取るというより当て近いんで、そうですね、まあ取れるって言えば取れる。小指2本の方が当て取りがしやすそうな感じが最近イメージがあって、外崎選手とかも結構球出しが早かったりしますね。本当に内野手用で小指2本で使っているようなグローブですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、はい、クリッチに来ていただきました。はい、こんにちは。はい、こんにちはやべえ、笑っちゃった。なんか人気キャラなんですけど、クリッチが。いや、そうっすかね。人気キャラでしょ。なんかいや、全然見切れてる、見切れてる。ああ、うん、で、なんか今回ね、クリッチがね、紹介したいものがあるって聞いて、なんか言ってきたんですよ、自分に。これいいぞっていうね、本当に来たんで紹介していきたいと思います。はい、はい、それがこちらになります。はい、はい、こちら水のプロのフィンガーコアテクノロジー。はい、ここが特徴的ですね。なんかで、フィンガーコアテクノロジーって指のフィット感を重視してるグローブです。で、革もグレートエリート R レザー。水のプロってあのしっとり感があるんですけど、これは結構張りが強いのかなと思います。うん、で、やっぱファーストミットなんで結構頑丈に しっかり作られてるなと思います。うん、で、これいつ買いましたか？あの2月の中旬にあのスポーツミズノの、展示会品になります。おー、展示会でこれ売ってるんだ。はい、いいな、これちょっと1回はめさせていただきます。あー、どうぞ。小指2本だよね。あー、そうです、小指2本で。小指2本、まだ多分買って浅いんで、そうですね、めちゃくちゃ硬い。水のプロなんでしっかりしてる。親指と小指のフィット感がすごい。ハンドリング時にグローブが落ちないでそのままスッていける。あー、はい、いけます。あと関節つけば本当に最強なミットかなと思います、左で。関節つけれないんでお願いします。俺が？はい、お願いします。なんでそこで俺がやるの？え、僕っすか？頑張って。頑張ります。じゃあ頑張ります。それか、そう、モンターナでスチームやってください。はい、わかりました。どんな特徴がある？あー、そうですね、
やっぱ結構動画見てる方ももしかしたらここ気づいてるかもしれないんですけど、アクシーウェブになっているんですね。そこがすごい普通のグローブと違ってフィット感が増してるなっていうのが僕は感じてます。でハンドリングとかもあんまり、ね、下がんなくてね。ああそうですね、結構いいと思います、はい、クリッチはねファーストやるかもしれないからね、左だから。そうそうそう、あんま翔平ではないっすよね頑張れ、頑張ります。ファースト、まあ翔平さんライバルやから。そうです、あ翔平さんから、翔平さんライバルやからファースト、うん、翔平さんから奪って、あもうレギュラー取りますいけると思います。言ったかんなこれ、言ったかんなこれ使うかんね絶対。ああいいっすよ全然、絶対使うかんね、うん、なんでまあこれからもね、まあ翔平のファーストとして頑張ってほしいですね。頑張りますはい、次のグローブがこちらになります。はい、絆グローブ、はい、いつもお世話になってるユサさんのところのメーカーになってますね、うん、はい、クリッチが聞いたんですけどこれ、うん、MM 型みたいにしたいっていうことで、はい、MM バンド買ったんだよね。はい、指の位置が、うん、中指と中指と薬指でつけてるようにしてます。まあこれは結構内野ではオーソドックスな方かなと思います、ね、あそうなんですね。僕初めて知った、初めて知りました、うん、これ使うかもしれない。 M は HM で、まあここはね、オレンジと黒、はい、で玉はみが白。はいそうです、うん、これはほにょってるって言って、ちょっと僕地下アイドルが好きなんですけど、その好きなメンバーの人で一回はめさせていただきます。はい、はい、なんか小ユニで使っていいのか、その普通に5本で入れていいのか、ちょっとまだ迷ってますね正直。ああなるほど、ま、なんだろうね、小ユニは自分は土手が狭い方が小ユニには適しているグローブかなと思うんですけど、こういくじゃん、こういう使い方したい人はいいのかなっていうね、そんな感じのグローブ。あーうん、本当にクリッチは多分内野は練習用だと思うんで、なんで本当に適してるなって。あ長く使えるから、うん、あもう長く使います。本当にしっかりして頑丈だし、うん、デザインも自分で決めれるっていうのがね、そうっす、絆グローブの特徴なので本当に練習用に適してます、はい、なんで皆さんもぜひ絆グローブをオーダーしてみてくださいね。はい、今回はグローブを紹介してきたんですけど、本当にヤバいグローブ、玉沢のファーストミット、水野のファーストミット、キズナさんの左の内野手を紹介してきました。素晴らしいグローブなので皆さん気になる方はチェックしてみてください。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。